錦織、世界55位のミケルセンに逆転勝利。くぅ、やっぱり最後はこの男。テニススタイルは相変わらずかっこいいな。足遅くなったけど。フォアハンドが神ってる。フォアハンドがいい。ライジングのキレもいい。フォアが戻ってきてる。序盤こそミスが多かったけど、それを修正できたのは経験の賜物。ストロークの勢いはさすがだな。ファイナルセットブレイクの時のフォア、えげつなすぎる。まだ、このレベルに勝てる、実力あるのが驚きだわ。錦織ってダブルスすると、調子が上がるイメージある、最高だ。確実に調子上がってる。本当に怪我に、ずっと悩まされて時には危険して、でも、こうやってしっかり、結果を残すのが錦織のすごいところだと思う。サーブがマシになってたな。五輪一回戦結構しょぼしょぼやったのになんかほんの一週間でかなり別物のテニスできてたな。アンデイとのダブルスでなんか思うところあったか。ハイライト見てきたが、フォアもめちゃくちゃいい。スイングスピードが怪我前より格段に上がってるし、何より全身の可動域が格段に向上してる。オープン後何をやったんだ？一発で決めると稼働したんだ。シナーと練習しまくったのが良かったのかな。